アビミムスは、白亜紀後期に、現在のモンゴルに生息していた鳥に似た、マニラプトル類の獣脚類恐竜の属の一つである。人との大きさ比較復元図アビミムスは、体長1.5メートルほどの小型の恐竜である。脳や目は大きいが、頭骨は体の割に小さい。脳の周りの脳を保護する骨が大きく、脳が体の割に大きいという仮説と矛盾しない。顎には、 歯がなく、オウムのようなくちばしであったと考えられていたが、ホロタイプの再評価の結果、全上肋骨には、歯のような突起があったものの歯は保存されておらず、くちばしであったことが確証された。しかし、後に発見された標本では、小さな全上肋骨歯の存在が報告されている。小さな歯があった、もしくは欠損していたことから装飾もしくは雑食であった可能性が示唆されている。 しかし、被災者、セルゲイ・クルザーノフ自身は、食中動物だったと考えている。大高頭高が体に対して大きい。しかし、高等下は小さく、頭骨は比較的軽量であったことが示唆される。頸椎が他のオビラプトロサウルス類よりも細長く、首そのもの、細長かった。他のオビラプトルカやカエナグナトスカの属と異なり、 同士に機能がなくより原始的であったことが示唆される。前肢は比較的短い。手の骨は原生の鳥類のように羽毛していて、クルザーノフによれば、尺骨に羽毛の隆起が付着点と思われる隆起が存在する。またクルザーノフは1987年にこれがトベワコブであると報告している。ルイス・エムチ・アッペは尺骨状のコブは確認した一方、 機能については明らかでないとしている。クルザーノフは、羽毛の付着点の存在からアビミムスに、若干の飛行の力があったと確信している。羽毛の存在については広く受け入れられているが、ほとんどの研究者は、飛行能力はなかったと考えている。腸骨がほぼ水平に配行しており、結果として電部が非常に広い。尾についてはほとんど知られ、脚部が非常に長く、細いため、 高度に走ることへ特化していたことが示唆される。脚部の骨の比率と体重を考慮すると速く走れたと考えられる。スネが桃と比較して長く、一般的な走行性の動物の特徴をしていた。三つの跡には細く尖った鍵ギ爪があった。アビミムスの化石は、ロシアの古生物学者により発見され、1981年にセルゲイ・クルザーノフ博士によって、 正式に記載された。化石は当初、クルザーノフにより、ジャトクタ層で発見されたと記載されたが、2006年に渡辺正虎は、クルザーノフは化石の由来を誤った可能性があり、より新しい時代のネメグッド層のものである可能性が高いとしている。タイプ種は A ポーテントススである。最初の標本には、尾が見つからなかったため、クルザーノフはアビミムスには、 尾がなかったと結論した。しかし、後続の標本では、オシーが発見されており、尾があったことが確証されている。ほぼ完全な第二の標本は1996年に発見され、2000年に渡辺らにより記載された。加えて、渡辺らは、同じ領域で、多数のアビミムスのものと見られる小型重脚類の足跡を同定している。アビミムスのものとされる孤立した、 様々な化石が発見されているが、エポーテントススとは異なっており一種以上の別の種がする可能性があり、これらは現在アバミマス SP と呼称されている。2008年にフィリップ・カリー率いるカナダ、アメリカ、モンゴルの古生物学者チームはアバミマス SP の化石の広大なボーンベッドを発見したと報告した。このボーンベッドは、 ゴビ砂漠のバルンゴヨト層の10.5メートル上にある、ネメグト層にあった。チームは少なくとも10個体のアビミムスの化石があったと報告したが、この場所にはもっと存在している。可能性がある。すべての個体が生体もしくは、ア生体のものであったが、生体では大きさに差があまりなく、有限成長であったことが示唆される。生体では、速の中足骨と、 スネソコン骨の融合度合いが高く、筋肉の跡が目立った。複数の個体が一緒に発見されたことから群れで生活していたことが示唆される。アビミムスは最初、当時は他の恐竜では知られていなかった鳥類に似た、独特の特徴を持っていたため、鳥類に非常に近縁であることが示唆された。実際に、クルザーノフは著名な初期の鳥類である。 始祖鳥よりも近縁な原生鳥類の祖先である。しかし、この意見は、後の恐竜と鳥類の系統解析からは、指示されていない。ほとんどの現在の研究者は、始祖鳥よりも、原始的な段階で分岐した鳥類に似た恐竜の、グループであるオビラプトロサウルス類に分類している。1981年に、クルザーノフは、アビミムスを、独自のかアビミムス科に分類した。 1991年に参加アルチャタジーは、アビミムスを含むアビミムスがためを創設した。これらのグループ名はいずれも単型として扱われる。最近の研究では、オビラプトルカに分類され、特にその中のエルミサウルス赤に配置される。ありがとうございます。